横浜市営バス、磯子営業所。横浜市営バス、磯子営業所は、神奈川県横浜市磯子曇り3-1-19に設置されている、横浜市交通局自動車本部、横浜市営バスの路線バス営業所である。磯子産業道路に面しており、最寄り駅は京急本線病部ラ駅、最寄りバス停留所は磯子車庫前、磯子車庫である。敷地内には、 市営住宅が併存しており、営業所事務室や車庫スペースは、当建築物の仮想部を収まる構造となっている。また、同営業所内には、横浜交通開発イスゴ営業所も置かれており、61、系統、117系統は2007年12月9日より、その他の路線は2008年2月9日より、同社によって運行されている。61.117系統以外は、 交通局からの委託の形をとっている。横浜市営、バス路線網の内主に、磯子駅、新杉田駅を発着する路線の運行を担当している。横浜駅前と本木地区を桜木町駅、中華街経由で結ぶ路線。本木営業所と共管。横浜駅前や本木原間は58系統と同一経路をとる。横浜駅前行のみ、 高島町横浜駅前間で、横浜駅改札口前に停車する。8系統の急行便として148系統、深夜バスとして363系統が運行されているが、そちらは全備運本目営業所担当であり、当営業所は担当していない。磯子駅と峰の里を結ぶ路線である。元は峰の里と、 資源保存館前を結ぶ路線であったが、利用客減少のため横浜市生活交通バス、路線維持制度の適用対象となり、運転区間を磯子駅峰の里に変更した上で、運行事業者を公募していた。しかし、応募した事業者はおらず、横浜市交通局が2年間暫定運行をすることとなった。また、同時に滝頭営業所から移管された。区間が存在し、 90年代後半までは、大型バスにより運行が行われ、車掌が乗務していた。その後、小型バスの投入が行われ、車掌の乗務はなくなった。2001年に、老人介護施設、峰の里の新設に伴い、峰の里まで路線が延長されることとなった。磯子駅方面の栗木町、白畑間のバス停の時刻表は、293、系統と共有して使用している。 横浜駅前と磯子車湖前を中華街地区、本木地区を経由で結ぶ路線。横浜駅前本牧原は8系統と同一の経路を取る。この絡みで8系統と同じく本木営業所との共感体制だが、雨の確率が70%以上の場合のみ、運行される雨の日臨時便こと334系統。小港橋山下町は本木単独で、 磯子は関与しない。全区間同士での運行がメインであるが、一部便は桜木町駅前を発着となっているほか、夜間には、磯子車庫前小港橋の区間便も設定されている。また、平日日中のみ一部便が、港、赤十字病院経由で運行されている。IHIQ、石川島張間重工業横浜第一工場、ジャパンマリンユナイテッド。 横浜事業所磯子工場、旧石川島春間重工、IHI マリンユナイテッドと磯子区塩見台にある、両社の社宅とを結ぶ路線。2014年、平成26年1月6日のダイヤ改正で、平日夜の待機時間に運行されていた、造船所前発の便が正式に廃止され、現在は、塩見台ストアー前発の便のみの運行となっている。 港南営業所から移管された路線で、港南営業所時代は、港南車庫前発磯子駅前行や、廟部川浦駅前発着便が存在した。この路線は、神奈川中央交通が運行する64系統、磯子駅大上大岡駅、港64系統、磯子駅港南台駅の2系統と並走する、神奈中、港64系統は、清水橋港南台駅間。 横浜市 A108 系統と同じルートを通る。ただし、共通定期券は2001年、平成13年、神奈中横浜営業所の移転に伴い座差、下車港発着の神奈中便が廃止された際に扱いを取りやめている。2011年6月13日より、港南大駅発上大岡駅行きが土曜日に1便のみ、新設されたが、この便は、港南営業所の担当である。 万福島前引く上、大岡駅間は、道路事情により、大路と袋で経路が異なり、江南台駅方面は、千歩経由、磯子駅前方面は、向田橋経由で運行される。磯子車庫、磯子駅東口と新磯子町を結ぶ路線。道路事情により、大路と袋で、磯子車庫、磯子二丁目付近の経路が異なるほか、磯子駅経由のバス路線で唯一、 磯子駅東口を経由する点が大きな特徴である。2006年9月29日に浜小学校前から磯子車庫前間が廃止となり、現在の運行体系となった多くの便が全区間同士で運行を行うが、朝夕の一部便は磯子駅東口、東京ガス前、南部水再生センター前と東京ガス前、磯子車庫の区間便となっている。 終点の南部水再生センター前停留所は、同センター敷地内に存在しているが、一般客の乗降も可能。京浜急行バスとの共感の大規路運賃路線で、平日と土曜にわずかに運行される。4系統以上以降、金沢区中心部へ乗り入れる、唯一の路線。富岡バスターミナルを出たバスは、サブセンター前を右折せずに直進し、国道16号線へ入る。 終点の金沢区総合庁舎前は国道から左折してすぐのところにある。袋は町や寺前経由できた道を戻る。京浜急行バスへ異常の計画が協議されているが時期は未定となっている。理由はこの路線が大幅な赤字路線なため、異常先予定の京浜急行バスが赤字路線を異常されてもさらに赤字が増えるだけであ。 また乗客が非常に少ない路線で運行をしていても、採算が取れないとの理由で異常に慎重になっている。磯子車庫及び磯子駅と桜木町駅を結ぶ路線の中では最も長い距離を走行する。2006年8月31日に利用客減少を理由として、神奈川県生活交通確保地域協議会に退出意向を提出している。街頭区間は、 山下町元町である。その後、2006年12月に再編計画が発表され、2007年3月31日の運行をもって、従来の運行経路である元町、中区分庁舎前から山下町タワー入り口、中華街入り口本町1丁目本町4丁目間を廃止し、4月1日より元町、吉浜橋、横浜スタジアム前引く市町前から、 尾のえ町本町四丁目とみなとみらい線、開業前の運行経路に戻された。1972年、昭和47年4月1日、試連の中で最後まで残った系統の一つである13、系統の代替路線として運行を開始、当初は107系統を名乗っていた。運転区間の大半を国道16号を走行する。かつて当営業所も担当し、現在は、 京浜急行バスが単独で運行している110系統との重複区間が多い、110系統は裏、船町経由が吉野町駅で地下鉄ブルーラインへ連絡できることもあり1時間に3本程度が運行されている。平日土曜日朝には、羽衣町市発豆保車湖前港の区間便が設定されている。これは2014年3月29日に行われた。 ダイヤ改正で廃止となった桜木町駅前始発滝頭行の区間便の代替として設定されたのである。327系統は2010年11月1日に新設された113系統の急行便である。中村橋、奥橋、吉野町1丁目、長者町5丁目、馬車道駅前を通過する。かつては滝頭営業所との共感であったが、 桜木町駅前竹頭便の廃止のため、2014年3月29日以降は、全便が、磯子営業所担当となっている。2005年12月26日に運行を開始した、路線、小型バスで運行される。2007年3月31日をもって、当時港南営業所が管轄していた100系統が、廃止となったため、新杉田駅杉田坪のみ中央間は、 215系統単独で運転されている。2008年10月1日からは、杉田梅林から、大屋団地にかけての区間で経路の変更が行われ、梅林会館、梅林下料亭留所が新設された。2007年4月1日に、同年3月まで竹頭営業所が管轄していた、元の93系統が、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ、 体質申し入れが行われ、市民生活の激変緩和のために、横浜市の一般会計から補助が暫定的に2年間交付されることとなり、同年3月まで、江南営業所が管轄していた元の100系統と統合する形で運行を開始した。本数は従前の93系統を維持したものであった。2009年4月1日から、減便、中型車導入の上で、 一般路線化された。ただし小型車の便も一部残っており、バス停掲示の時刻表では、中型車、小型車を判別できる。磯子駅方面の栗木町、白畑間のバス停の時刻表は、10系統と共有して使用している。元の93系統は、磯子駅前、杉田駅前一人沢の路線であったが、一人沢の折り返し場が、トンネル工事で廃止の際に、 磯子大団地に乗り入れ、同時に磯子駅自然保存館の出入小便が設定された。小型車導入以前は10系統同様、車掌が乗車していた。また、上中里団地は経由しなかった。2007年4月1日に61系統、鳥浜町発着を除くが、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ退出申し入れが行われ、 市民生活の激変緩和のために、横浜市の一般会計から補助金が暫定的に2年間緩和されることとなり、旧61系統の区間を変更して運行を開始した。日中のみ1日6本の運行で、なぎさ団地巡環便は61系統が乗り入れていた、富岡バスターミナルは経由せず、大体に地区センターバス店が新設された。 2009年4月1日からは、一般路線化され、原便と共に一部便の運行区間が、新杉田駅、なぎさ団地、富岡バスターミナルに変更された。2011年12月5日のダイヤ改正で廃止。代替として、日中の横浜駅前磯子駅磯子車庫全便の一部便を、港赤十字病院経由に変更。メインは、鳥浜町発着と離熱。 金沢発着であったが、2007年3月31日をもって61系統は、磯子駅前鳥浜町のみとなり、2007年4月1日からは、一部区間の廃止された61系統と、別途294系統新すぎた基地区センター、前、富岡 BT 通貨に伴う新設停留所、なぎさ団地以外猫園並木中央。 地区センター前新すぎた駅が運行することとなる。残っていた61系統については、同年12月9日からは、同局の外閣団体である横浜交通開発に移譲された。磯子駅と潮見台地区を結ぶ循環路線。IHI 横浜事業所、IHI マリンユナイテッドの社員を輸送するため、平日と土曜の一部便が、造船所前発着となっていたが、 2006年9月30日に廃止となった。残存した循環線については、2015年10月1日に横浜交通開発との共感路線となった後、2016年4月1日に横浜交通開発に移管され、横浜市交通局の担当は消滅した。平日土曜日の深夜に運行される深夜バスについては、引き続き横浜市交通局、 滝頭営業所が担当している。かつて平日朝夕と土曜日朝の一部で浜小学校前を奇襲点とした便の運行があった。浜小学校前行きの浜小学校前バス停の校舎場所は70系統の浜小学校前レインボー入り口と同じ場所で、そのバス停の反対側に校舎専用が設けられていた。2006年9月30日廃止。 1967年、昭和42年に4系統の北部区間便として運行開始し、1971年の4系統を分断で独立した。4系統と同様に、京浜急行バス、分社後は横浜京急バスに運行委託との共感路線であった。区間便として、磯子駅前、杉田発着便や、早朝に浜発、 杉ぎた平和町業も存在した。2006年、平成18年3月15日限りで、市営便の運行を終了、京浜急行バス単独、ただし横浜京急バスに運行委託となった。金沢草地浦にある、三菱重工業横浜製作所金沢工場への通勤路線。平日は、全日運転されるが、土曜は、朝のみの運行。 休日は運休という路線だった。2007年、平成19年12月9日付で、横浜交通開発に異常の上、2013年10月から61、系統と並行する区間の停留所は全て無停車となった。入札制度導入以前は、日産ディーゼルとトラックス製の標準借車を主に導入していたが、 入札制度導入後は、他営業所との点で入りや、車両代替によって、日野や三菱不走の短尺車も、当営業所に導入れている。2014年9月からは、イスズエルガのロング車も配置されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。